はい。今日はですね、ポケカの、開封をしていきたいと思います。電池が 36% しかないので、とっとといきますが、今回はですね、スカーレット EX とバイオレット EX ということで、スイッチで出ているポケモンのスカーレットとバイオレットですね、の、カードになります。今回は、はい、スカーレット EX が1ボックス、バイオレット EX が1ボックスと、バラのパックで、何パックずつ ?10 パックずつ10パックずつ、と、あとね、それの おまけのね、プロモカードパックですね、8パックということになります。はい、じゃあね、これをね、どんどん開けていきたいと思いますね。はい、1パック目、はい、アルクジラ、出たエレズ、タマンジュ ラ、お、ウィンディの EX、 すげー、早速 EX 出ました。スリーパーですね。これ昔のポケカがね、元になってるからね、絵が結構じゃあ昔のデザイン。はい、2パック目です。はい、デルビル、レアコイル、ボチ、ボチ、お、ペナザルだ、かっこいい。あ、出た、イッカネズミ、ネズミガン、ネズミザンが強すぎる。出た、大好きなヤドン来ました、ヤドン。はい、ガーディ、はい、ワッカネズミ、イッカネズミ、シンコマイで、ハカドック、ハカマイズ、ピニックバスケット、はい、これはあれだよね、スカーレットバイオレットでね、よく使うコマンドね。ピニックは卵を産んだりね、食べたりね、色違い厳選するときに、入ったり閉じたりするやつですね。ピニック食べるし、はい、レアコイル、フラエッテ、バッカネズミ、はい、お、ミカルギ出た、ストリンガー、いやー、やっぱなんか昔のだと新鮮だね、なんかブロスター、ブロスター、スカルロトム、あ、バイオレット、カプサイジン、ピンクバスケット、ピククラゲ、新しいリージョンフォーム、はい、フラベベ、フラベベ、おー、ラッキー、ラッキー、経験値のラッキーで埋め尽くしてのクラゲ、はい、お、はい、フトゥ、博士の研究のフトゥです、フトゥの博士、ハピナス、ハピナス、ラッキーの進化、進化ですね、夏季進化です。なんかポケカってさ、こういうの多くない、なんかこう1体出るとその進化系がさ、セットになってるとか、いやー、あんまりないと思う。嘘、なんか結構そういうのによく出会う気がする。コイル、イキリンコ、はい、タマンチュラ、おパーモン、出た、最近の祈り、覚えるやつ、はい、ハイパーボール、1000歩歩いてからレベルアップで進化、うん、お風呂が開けます、はい、はい、お風呂が開く、さなか開けていく、スリープ、カンタイム、オコリザル、はい、出た、アルクジラ、いや、進化させたい、スリーパー、ハルクジラ、え、あ、ハルクジラだ、ハルクジラ、ハルクジラ、ハルクジラの進化系がハルクジラ、はい、今回一番何いいやつっていうと何が一番いいやつ、やっぱミライドン、コライドンの EX でしょ、いいんだ、はい、レアコイル、クヌギ玉、クヌキ玉、ギダマね、ギダマ、え、ぼっち、ぼっち、ちょっと待って、これ取りにくいぞ、なんかいいやつじゃねこれ、ちょっと取れないマジで、はい、チャキン、ジバコイル EX、 ジバコイルだ、 EX のカードなんかすごいね、かわいい、なんかちょっとかっこいい、 V とは違ってこれ進化なんだよね、はい、で、エレジェネレーター、エレキジェネレーター、はい、言いづら、エレキジェネレーター、紙にた、ちょっとレジギガされてたよ、エレキジギガ
はい、マンキー、はい、パモ、コフーライ、コフーライじゃない、コフーライか、ペッパー出たー、ペッパー出たー。ということでバナナの10パックのバイオレット EX もね、はい、あれ終わりました、終わったんだよね、うん、で 次、 はい、次ねボックスの方にね入っていきます。ここまでまあね EX が何枚か出たんで、まあ、悪くないかなって感じですね。はい、この調子いきます。そして電池がない、はい、どんどんといきます。よいしょ、そい、はい、オコリザル、アルクジラ、レアコイル、ガルゲ、カエデ、はい、78種類だから結構少なめだね。うん、なんかあれでも一通り出てほしいけどね。ミライダン、クライダンって共通のも多いと思う。キリンコ、タマネジュラ、スリープ、お、博士の言及の普通の SR だ、 S レアですね、はい、おー、はい、で、ビーリオン、はい、普通博士ね、これもあれなのかな、スカーレットになってくるとオーリンの博士、ラッキー、ノクラゲ、コイル、フォレスのトス、テーブルシティ、テーブルシーだ、学校、すごい、本当に昔の声だ、昔っぽいから、はい、ロートム、カプサイジ、フラベベ、エレキジェネレーター、ヨクバーレス、はい、ヨクバーレス、ヨクバーレス、バーレス、ば、舌を噛むよね、そうそう、バーレスね、ヨクバーレス、はい、星ガールズ、星ガールズ、星ガールズね、オラチフ、ポリザル、ズ、リモザ、フォレス、トス、フォレストスって何ですか、フォレスト、フォレストガンプって映画俺大好きだね、暴れパンチ、お風呂が湧きりました、分かれました、湧きりました、湧きりました、ブロスター、モノクラゲ、バーモットと、はい、エレキジェネレーター、はい、アルクジラ、もうかぶってきたね、まあ、ちょっと種類がね、あんまりないからね、なんかこうドカンってやつ出して出てほしい、なんかこうミライドン EX 的な、なんかお前はそれが欲しいだけだろ、デルビル、カプサイジ、フラエッテ、クリックバスケット、はい、ホットシドリ、ホットシドリね、そのこと、ユー、何個も普通の、普通の1個、いやー、カプサイジの進化出ないから、へー、タヌギ玉、クヌギ玉だった、はい、アルクジラ、影坊主、テーブルスティー、ペラクロス、ロース、やばい。あ、じゃあもしかしてこれってこっち側にはミライドンしか出ないみたいな、ヘルが2つ発売されるのが普通そうだよね、ボーチ普通そうだよね、ロトム、リククラゲ、イカネズミ、おダブってきたね、いい感じで、やばいね、あれ、イカネズミ、ネズミさん覚えてますね、はい、イキリンコ、カプサイジ、エレズン、はい、イエスさん、イエスさん、イエスさん、欲張りす、欲ば、ば、欲張りすね、やべ、多いな今回これパック、ちょっと待ってくれ、俺電池がなくなるぞこれ、ほんとにちょっと待って、種類がさ少なすぎるのにさ、腕っぽ、モノクラゲ、パモット、はあ、フラージェス、はあ、スコヴィラン、スコヴィ、ウェスコヴィランね、はい、ここも B ですから、マジでやっぱり腰がまた痛くなってきた、いつもこれやると腰痛くなってるね、なんでなんでなの、呪われてんの、モチに呪われてんの、パモ、はい、ベルビル、ジュペッタの EX です、ジュペッタの EX です、はい、なんか EX のカードマジかっこいい、なんかあれだね、金属感があるね、テカってる、はい、変えね、はい、あれでも EX なんか表記が違うような気がする、 E って大文字だったような気がするんだよね、え、前のやつはこれは小文字だよ、これ小文字だよね、はい、エアコイル、墓地、ブロスター、またなんか EX だぞ、ポン、ジバコイル EX 出たんだっけ、
EX は5パックに1個ぐらいの確率でね出てるかなと、ここまで悪くはないんじゃないかなと思いますが、いやアルセウスの UR も初めてだな。アルセウスの UR 入ってないですね。アルセウスにデルビル、ハイパーボール、スリーポ、やべえこれ完璧です。ダブイヤ。全ダブでしたね。はい、はい、はい。エレズン。エレズン。オラチフ。マンキー。マンキー。カカドック。カカドック。ハピナス。マジでやばいかもしれない。やばいぞ、これ両方さ出るポケモンならさ、そんなことないでしょ。それぞれで70種類だから、マンキー、ダルクジラ、フラエッド、ノノクラゲの AR 出ました。ノノクラゲかな、 AR まさかのノノクラゲが、そしてリグクラゲよ。ほらあんじゃん、やっぱなんかこういうさ、こういうのごくたまに、結構俺なんかそういうのに出くわしてる気がするよ。その時の記憶しかないんだよ。いや俺の記憶はそんなにないよ、そこまで。はい、皆さん火事には注意してくださいね。カフコフキムシ、オラチフ、ガーディー、パーモット、ピクニックバスケット、どんだけ出んの。25周年のやつだけど、この昔のの再現で EX の E が大文字。ああ大文字だね、しかも金だね。昔のだね、飛び出てるような。フラペベベベベベ。ワッカネズミ、コイル、イエスさん、ワッカネズミ。ほら。なんか同じなんです。さっきと同じパック。はい。影坊主出てないよこれ。タマンチュラ、ラッキー、ハッピー、この夜ザル、パチです。パチですね。コヒコキムシ、ハモ、ガーディ、博士の研究、リビオン、はい、いや今回の UR はスリープ、タマンチュラ、腕っぽう、ペパー、フラジェス。今回の UR がマジで気になる。何の UR なんだろう、やっぱあれ未来だ。はい、オコリザル、アルクジラ、これ絶対出てくるね、このセルの言い方、うん、ヘルガー、お年取りの AR、来ました、うん、来ました、はい、で、お年取りちょ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 、なんかどういう組み合わせなの、うん、ひどくないこれ。これさ、現在の UR が、うん、ハガクレポンチョ、ルアーモジュール、あ、パモット、アルセウスだけなんだ。今回 UR あんの、オシガリス。いやあるでしょ毎回。クレッピー。 UR ってそう考えるとめちゃくちゃ出ないよね。うん、見てさ、正直結構買ってるけど、なんか UR って本当にお目にかからないよね。うん、ヤドンの UR 欲しい。動画出そうか、ヤドンのオラチフ、コフウライ、はい、不思議飴、ほら、あ、不思議な飴、不思議飴って、ヘラクロサイ、不思議な飴、結構活躍するよ。回復じゃねえや、進化だね。で経験値でしょ。うん、1、ちょうど1上がるレベルは。うん、グラベベ、はい、ハモクヌギ玉、まあ、ウィンディー EX 出たねこれ、かっこいい。え、光ってねこれ EX、 あ、スリンダー。え、これよく見たらあれじゃん、テラスタル状態じゃないのこれ。このテラスタルにみたいなんだけど、てーてーてーってんですよ、てれてれてれ。いや普通に照らしたらバトルでできるんだよ。いやそうなの、それしか見てないんで、ちょっとやってないんで、ね、フラエッテ、あ、ほら照らしたら書いてある。え、ちょっと待って、コフキムシ、ミモザ、スコピラナイ、ほら見て上のさ、ルール、上のルール。本当だ、ここにテラスタルって書いてあるね、うん、これは今までなかった要素じゃないですか。そうですね、アイガリの爪とグレンの炎をお使いになるウィンディさんの EX でした。はい、ということで残るところ、バイオレット EX が4パックということになってまいりました。やばいね、どうしよう、まあでもここまで EX はそこそこ出てるんだけど、これ UR がほんと出ないね、うん、UR マジでレアなんだな。はい、ロトム、カプサイシ、クロスター、トリンダー、スニーパーね、グッズもね、はい、
4パックです。出てこなくて良いけど、何個使ったら1個ぐらい出てほしいんだよね。こちら影坊主スリープの AR、 いいじゃん、なんかちょっと芸術作品みたいな。何ください、何かください。本当に芸術作品みたいな人がいるし、え、猫の人顔が四角いぜ、はい、腕っぽい、ぼっち、ぼっち、はい、オイル、はい、オーレートス、はい、ゴツゴツメット、はい、ゴツメじゃん。さあ最後、最後です、スカーレットの最後、そうです、バイオレットの最後、いきたいと思います。はい、くるぎ玉、ポチ、ラッキー、最後なんか出たぞ、ポン、ワナイダー EX。 これやっぱこれはテラスタルないから、さっきのなんかちょっと特殊なのかもね。非常にと、マフィティフ、はい、非常にダメ、今回ちょっと残念な結果、あの、なんでバイオレットなの、はい、はい、いい、気を取り直して、はい、髪まくりだね、これから、はい、じゃあちょっとね、続きましてスカーレット EX のバラのね、方からいきたいと思います。バイオレット限定のね、ドラパルトがあるんだけど、ね、出てこなかったわ、好きだったのに、はい、カルボール、はい、ベトベタ、あ、ま、違うね、キルリア、そう、絵が違うのかもね、これ、それぞれで、大なキバ EX、 出たー、古代ポケモン、バウーバウッツェル、はい、パンみたいなね、うん、そうだから、特性がこんがりボディっつって、炎のダメージ受けるとこんがりになるの、はい、いや違う、ミニ回復するだか強くなるだか、グレックル、はい、メグロコ、あ、なんか違うね、全然バルビアル、全然違う、フローゼル、いやだってこれ違くなきゃさ、すげえダブルよ、だって2種類箱でそれぞれ買ったらえらいダブルになっちゃう。だから結構ガブガブバイト、はい、切り刻ん、ガブバイトじゃん、グルトン、ほい、はい、リオル、ほう、海トリオ出た、海トリオ出たー、とネストボール、え、ちょっと待って、ちょっと待って、バイオ、え、なんでスカーレットじゃ古代ポケモンがいるのにさ、バイオレットに未来ポケモンがいないんだい、はい、スナヘビー、ほい、ミニーブ、ほい、コイキング、ミニプ、ミニプ、はい、コイキング、ほい、バウセル、ほい、サダイジャ、サダイジャ、サダイジャ、あれ、スナヘビ的な感じ、スナヘビの進化、はい、出たら結構カイデン、ほい、ラス、ラルトス、はい、ウミディグダ、はい、ほい、カイデン、ウホーク、はい、マケンキ始まり、いや、ポケモンの道具っていう、ここ、これも、この色も昔のやつで仕様になってる、昔のやつかな、わかんないけど、ブロロン、デデンネ、出た、ブロロン、デデンネ、ウォーゴート、ほい、ネストボール、ほい、シャリタツ、え、こういう風に、こういう風に、こういう風に、え、ドラゴンタイプじゃないの、パピムッチ、ほい、メグロコ、ほい、ケ、メ、メークル、ほい、ルカリオ、ほい、ベトベト、ほい、あれ、あれであれで、さっきバラで1枚出てたから、ウィンディがイエス、カイデン、さっき出たじゃん、あ、さっき出た、オリーノ、ロクバード、チャーレム、学習装置、え、でもさっきバイオレットの時に2枚出てる、あ、バラで、ね、うん、じゃあ回ってる、え、カイデン違う、え、さっきの違うところ、はい、ヒラヒナ、コマタナ、ムックル、ボタン、おと、クエスパトラ、はい、出た、クエスパトラ、ブロロン、アサナン、ホイキング、友達手帳、サダイジャ、はい、なんかやばいな、
派手なのが出ない。なんで裏？フックル、カイデン、オリーニョ、ピーチコート、ビーチコート、エサダイ、カタカナが読めない。いつだって？ビーチコート以外さっきと同じなんだよ。あ、ボックス、あ、そうだ、すいません、2ボックス目に突入してました。あの、なんか、すいません、はい、なんかすいません、ブックバード、はい、パピモッチ、はい、メグロコ、はい、からのでサーナイト EX、はい、とコータス、はい、こっちのテラステロ枠なんだろう。ウィンディがあるのかな。クイゼル、ラルトス、ミニーブ、バルビアル、シャリタス。ミニーブとタルタスが取った姿と、はい、ノビタスが全部ブックル、レデンネ、ブロロン、うん、出たね、学習装置、ザングース、はい、同じじゃない？あ、ザングースまで出た。はい、ゴーゴとメグロコ、ウミディグダ、ギャラドス、テラスタル。テラスタル。ギャラドス EX のテラスタルだね、これ。何テラスタル？はい、とフローゼルね。何テラスタル？はい、テラスタルがね、これで、それぞれね1枚ずつ出ました。水かな？はい、多分水だね。テレテレテレ入って。ハブネーク、スナヘビ、なんでヘビシリーズ、ブロロン、はい、博士の研究、ジミエ、オーリム博士だね、うん、スカーレットではオーリム博士、バイオレットではフク博士、さっき出たの、はい、がフックル、ベトベター、はい、パピモッチ、はい、コータス、はい、岩の胸当て、岩の胸当てってやばいね。マイクロ？めちゃくちゃ痛そうだ。逆にダメージ受け。うん、そうなんだ。ガンって殴られたら痛そうだよね。衝撃的なの。ゴーゴーとフワルビル、はい、ヒラヒナ、はい、ドドゲザン。ドゲザするやつだ。ドゲザンっていう技がある。はい。ドゲザ。ドゲザしながら切りつけるドゲザンって技。ドゲザしながら切りつけるってすごく強い。頭に剣ついてるから。あ、そういうこと？うん、あ、はい、切り刻出たメイクル、カルボウ、偉大な牙イエクサ、あっちゃん最初に出たやつ、はい、ダ、サダイジャ、あれは頭が剣だよ。から剣生えてる。ハギギリシリ。ハギギシリ。ハギギシリ。ハギギシリ。はい。デデン。カイデン。ネストボール。チャーレオ。確かにハギギシリって言いづらいね。ハギギシリ言いづらいでしょ。ポケモンやってる人からしたらハギギシリは普通だけど。嘘でしょ。ハギギシリ。困ったな。困ったな。はい、不安定、不安定な、ミニーブ、高い電、大回電、友達手帳、友達言い過ぎじゃね、やばいっすね、もう終わるっすよこれマジで。あの電池が、電池なのかな。グレッグル、メグロッコ、回電、ザングース、クエースパドラ、クエスパトラが出んのに、その進化前でキラキナが全然出ない剣についてどうか。コマタナ、スナヘビ、ハビモッチ、ビーチコート、フワライド。フワライド。よく聞くな、フワライド。え？なんで、フワライドってなんだっけ？空飛ぶやつだっけ？あのタクシーみたいに使えるやつ？全然違う。いや、まあ、今作のタクシーは。メイク、ブロロン、デデンネ、ガキガニ。ガキガニ出たー。ボタン出たー、ガキガニ。
なんかこうバコーンってね、バチコーンってやつ出ないね、なかなかね。なんかね、でかいのが出ドガンっていうね、ハガクレポンチョみたいなの出してるよ。はい、ゴーゴーとカイデン、ラルトス、フワライド、ベトベト。海ディーグでね、なんか言った、これ聞いてなかった。はい、海ディーグだ、スナヘビ、ミニープ、マケンキハチマキ、タイカイデン。はい、あと何パック？あとね、10パックぐらい。あまず、うん、はい、コイキング、キリキザン、グルトン、クエスバ、パトラ、ネストボール。すんごい食いしい。取れ高ちょっとね、なんかこう、ね、こうボーンってのないね。いわゆるリオル、パブネーク、グルトン、パフュートン、パフュートン、エラーカード的な、じゃあ傷カードですね、ちょっとね。はい、ノックタス。一応 SR なんだ。コイキング、ラールトス、アイデン、ルカリオ、スターダムの下っ端。おお、出た。お疲れ様でした。何やねん。スターダムの下っ端。お疲れ様でした。はい、サボネア、エデンネ、ウロロン、リオルの AR。そい。これはいいじゃん、ね、リオルの AR。ウッドホーク、はい。ウッドホークで、レイフワードどっかしら。メイク、アサナ、ウミディグダ、ドドゲザンの AR。おぉ、ドゲザン。それちょっと前だね。切り刻みいいんじゃん、周りに 3体。6体だな。こっち 下にいる。はい、チャーレン。いや、小刀が9体いたら。いや、まだ結構ある。8パックぐらい。お、かっこよ。本当だけじゃん、クソっぽい。オリーニョ、キルリア、グルトン、ヘラシャ。ヘラシャ、出た。言わない。ダイヤ。はい、フアンテ、メグロコ、ハルボウ、タイカイデン、ベトベトン。あれ、あのグレアルはソーブレーズが欲しい。はいはいはい、コマタナ、はい、リオル、ブルトン、ウミトリオ、ボタン。腰痛マジでこれやると足しびれたり腰痛くたり体がはぎぎしり、はい、ワルビル、はい、キラヒナ、グレンアルバ、おきたあるね、でやはりフローズルって、そこはいいよ。さあ残りも少ないです。はい、ムックル、今回初じゃない、この写真のやつね。いや初ではない。ブレックル、カルボウ、はい、ドクロッグ EX、 出たー、はい、ノクタス。はい、ラールトス、ヌグバード、ミニーブ、ルチャブル。出たールチャブル。さあ残り3パックになってまいりました、うん、さあなんか今出てくれないかな。マジで UR のね、出なさ加減すごいね。キルリア、前回マジ神がかってたのかな、はい、アサナ、ウミリグダ、オリーバ、はい、でシャリーです。やばいね、ガチでガチでやばいね。いや2ボックスってこんな感じなんだね。いや本当にやばいね。サボネア、いいよ。普通は分からんけどね。アルボーこんなもんかもしんねえけど。あ、キルリア、これあれなんだよね、ネットで話題になってたよね。絵がさ、キルリアの進化系のなんつったっけ、ほら、サナイトと、あとラルトスエルレイドの3種類が全部 AR になってて、でこの女の子がね、こう成長していくみたいな絵になってんだよ、その進化と合わせて。
で家族がこう増えるだかなんだかかんなんだかって、ね、でも全部、はい、今打ってる、はい、全部 AR？ AR AR 集めるのめちゃくちゃ大変だ、ね、それはめちゃくちゃ大変だね多分。それはなかなか買って集めるの。だって5パック1枚ぐらいじゃん。グレックル、ウィーゼル、ミニーブ、スターダの下っ端、バルビアル。はい、これでね、すべての開封が終了しました。さて、ここまでね、まあ EX がね、ちらほら出たのと、それぞれでテラスタルが出たので、まあ、まあまあなんじゃないの。UR はまあ本当出ないよ。そうそう。これだけだよ、だって。いやいや、もうこれ。殿下の宝刀が。カホね。これカホ、これもう、代々我が家に受け継がれていくであろう。うん、動画出そうか。プレッシャーがすごいのよ。圧。まあちょっと、はい、気が向いたら、やれたらやります。はい、じゃあね、最後にね、このね、ポケモンカードゲーム始めようキャンペーンということで、10パック購入ごとにね、ワンボックスに1パックもらえるね、1枚だけ入ってるね、このプロモーションカードのパックね、全8種類ということで開けていきたいと思います。まあ全種類で出すのはちょっときついかなと思うんだけど、ある程度ね、種類手に入ったらいいかなって感じですね。はい、いきます。開けずれ、なんか長い、パックが長いのね。はい、いきなり EX 出ました。元トカゲ EX 出ました。これ今回 EX は何種類あんだ。1種類だけ。キラキラ光ってる系のカードはこれだけ、はい、あれこれだけ。ちょっと待って、もしそうだとしたらさ、あれじゃん、もしそうだとしたらもうこれ見せ場終わったやんけ。まだコライドン、ミライドンがいるから。ああ、そうなんだ。じゃあそれ出りゃいいじゃん。今までのやつに出てこなかった。でこれすっごい出しづらいんだよね、このパック長い。なんか、はい、ウィンディーです。ウィンディー SVP だって、プロモーションカードです。はい、SVP？ はい、SV？ はい、はい、ウィンディー SVP、 はい、 SVP ね、プロモーションカードって意味ですね、これ。あ、スカーレットバイオレットのプロモーションカードって。スカーレットバイオレットのプロモーションカードって意味か。スカーレットのエスとバイオレットの、あ、スカーレットのバイオレットのマルパグリだね。ウィンディ、はい、何が出るでしょうか。はい、はい、下手くそか。ウィンディ V。 コライドン、コライドン V。 SVP コライドン、はい、マジ出しづらいの、本当に。なんでこんな軽々しくコライドンの。いや、俺なんか出し方が今下手くそでさ、てかさ、 EX じゃないとなんか盛り上がんない。しょうがないだって。はい、出し方がワナイダー。おー、はい、ワナイダーね。はい、ワナイダー。はい、続きまして残り3パックです。はい、行くよ。セイのポン。はい、あ、出た。元トカゲ EX 出ました。まあこれしかないんだもんね、 EX が。だったらね、いいじゃん。はい、さあ残り2枚ですね。2枚いきたいと思います。ポン、はい、ドン。はい、お、ミライドン来た。おお、コライドン、ミライドン揃った、よかったじゃん。ここでまさかのこれが取ろうってね。はい、はい、最後の1枚ボーン。はい、パフュートンね。ということで、これ何種類出た。8種類全部とはいかなかったんだけど、結構いい線いったんじゃね。パフュートン、ミライドン、コライドン、モトトカゲ、ワナイダー、ウィンディ、ミライドン、コライドン、入れたら6種類、うん、6種類出ました。あ、8種類中の6種類だったらまあまあ頑張った方じゃない。で、 EX もね、唯一の EX も出たので、よしとしましょう。はい、ということで、今回のね、開封動画は、終了としたいと思います。まだまだね、スイッチの方の、このね、 SV かなり人気でね、レイドバトルなんかもね、盛り上がってるそうなので、引き続き、ゲームともどもね、やっていくんじゃないかなと。私はやってないですけど、家族、他の人たちはみんなでハマってます。ということでね、マジ楽しいよ。はい、ということで、今日のポケカ開封動画でした。ありがとうございました。何の拍手、何の拍手のそれ。はい。